フェンシング男子エペ選手の見延和靖さんがイケメンと話題になっています。見延和靖選手は東京オリンピックの日本代表選手として出場し、フェンシング男子エペ団体戦で見事に金メダルを獲得されました。世界中の選手と対等に戦うために見延和靖選手は想像を絶するトレーニングを重ねられているようで、鍛え上げられた肉体は筋肉バキバキでものすごいことになっています。今回はマッチョでイケメンの見延和靖選手は結婚をされているのか、奥さんはどんな方で子供はいるのかなど、プライベートな面を深掘りしてみたいと思います。クローズ目次、見延和靖は結婚してる。嫁や子供の顔画像は、画像、見延和靖は筋肉バキバキ、腹筋すごいしイケメン。見延和靖の経歴プロフィール、見延和靖の嫁や子供の顔画像は、筋肉バキバキ腹筋すごいしイケメン。まとめ、見延和靖は結婚してる。嫁や子供の顔画像は、見延和靖、画像引用元、インスタグラム。東京オリンピックが閉幕し、金メダリストの見延和靖選手は数々のテレビ番組で引っ張りだこになっています。というのも、見延和靖選手はとてもイケメンで笑顔が素敵。世の女性たちはそのイケメンぶりにすっかり虜になってしまっているようです。そんな素敵な見延和靖選手は結婚をされているのか、とても気になりますね。調べてみた結果、見延和靖選手は現在のところは結婚しておらず独身のようです。ということで、独身なので当然ですが子供もいらっしゃいません。彼女についても調べてみましたが、いるのかいないのか詳しい情報は見つけられませんでした。見延和靖、画像引用元、インスタグラム。ただ、東京五輪で金メダルを獲得したことで注目度が爆上がりの見延和靖選手はモテモテだと思います。今後、見延和靖選手の恋愛やプライベートについて何かしらの情報が出てくるかもしれませんね。スポンサーリンク、画像、見延和靖は筋肉バキバキ腹筋すごいしイケメン、見延和靖。画像引用元、インスタグラム。見延和靖選手は笑顔がとても素敵で優しそうなお顔をされていますが、そんな顔からは想像もできないくらいに体は筋肉バキバキのマッチョ。見延和靖。画像引用元、見延和靖公式 HP、見延和靖。画像引用元、インスタグラム。見延和靖、画像引用元、インスタグラム。見延和靖、画像引用元、インスタグラム。海外の選手に比べ日本人は体が小さいことからリーチが短く不利になることもあるため、徹底的に体を鍛えられているそうです。見延和靖選手だけではなく、フェンシングの選手は皆さんとても鍛えられていて、素晴らしい肉体をお持ちのようです。まるで彫刻のような体をされています。フェンシング選手、画像引用元、インスタグラム。フェンシングは想像以上に全身を使うスポーツのようで、やはり体幹などを鍛えておかないと世界では通用しないのかもしれませんね。イケメン揃いに加え、皆さん引き締まった最強ボディの持ち主というフェンシング選手。なんだか女性ファンが増えそうな予感がしますね。そしてフェンシング選手に憧れる人が増え、フェンシング人口が増えていって、よりメジャーなスポーツになっていくのではないかと想像します。スポンサーリンク、見延和靖の経歴プロフィール。名前、見延和靖、見延和靖。生年月日1987年7月15日。年齢34歳。2021年8月現在。出身地福井県越前市。身長177cm、体重 74kg、血液型 B 型、学歴福井県立武生商業高等学校、法政大学、所属ネクサス、ネクサス株式会社。スポンサーリンク、見延和靖の嫁や子供の顔画像は、
筋肉バキバキ腹筋すごいしイケメン、まとめ。美濃部和康の嫁や子供の顔画像は、筋肉バキバキ腹筋すごいしイケメンという内容でお伝えをしました。美濃部和康選手が現在独身ということが分かってほっとされた方も多いのではないでしょうか。ただとてもかっこいい美濃部和康選手なので表になるのではないかと思います。もし彼女がいるのだとしたらどんな方なのでしょうね。また何か新しい情報が入り次第、追記をしていきたいと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。